紀ノ国屋ワインチャンネル、今回のテーマは日本ワインということで説明していきたいと思います。まず日本のワイナリーの数ですけども、2021年の状態で413件のワイナリーが登録されています。でもこのね、7年前、2014年には220件だったということから考えると、この7年の間に倍増しているということが分かります。まあ、それだけね、日本でもワイナリーの数が増えてきて、ワインに対して注目が集まっていることだと思われます。ただ、まあ日本の抱えている問題点というのが長くありまして、まあ、日本には何がワインなのかというのを定める法律というのがありませんでした。あるのは財務省のいわゆる酒税を取るための酒税法というものだけしかないという状態になっていました。長い間日本ワイナリー協会が定める国際ワインに関する基準というものでは、海外原料を使った果実酒も国産ワインと認めており、その割合は全体の4分の3にも占めるということで、まあスーパーとか酒屋さんでね、国産ワイン、日本のワインを手に取った時、裏を見たらね、国産ワインって書いてあると、日本のワインかなと、まあ普通は思うんですけども、実はまあ基準としては海外の原料を使っても、日本でまあボトリングすれば国産ワインと名乗れるというような、状態でずっと来てたわけなんですけども、まあ、それが改善されたのが2016年ね、国税庁がやっとね、日本のブドウで作られたワインを、まあ、日本ワインというね、表示するというルールが作成されました。今までは、まあ、国産ワインという表示だったんですが、国産ワインというのと別に、もう日本ワインという表示をすれば、これはもう日本のブドウを使っていますという、まあ、そういうふうに、決められました。まあ、そういう流れもありながら、他にも嬉しい出来事といいますかね、まず2010年にね、山梨で有名な甲州というブドウ品種がね、また2013年にはマスカットベイリー A という品種が OIV 国際ブドウ酒機構に、ブドウ品種として、掲載が認められまして、近年では2020年にね、北海道道東の方でね、栽培されている山幸というブドウ品種も、認められたというので、徐々に日本のブドウも、世界的に認められつつある傾向にあると言えると思います。あと、まあ2013年に国税庁がね、山梨というワイン産地を初めてまあ表示できるという指定をしまして、まあ、生産基準を満たしたものが山梨という表示をできますというふうに、徐々に産地の故障についても進んできているのが今の現状になります。ワイン原料のね、国産木ぶどうの生産量の中で赤白の上位のぶどう品種なんですけども、白は甲州、赤はマスカットベイリー A がやはり一番栽培されていて、白はそこからいくと甲州、ナイアガラ、シャルドネ、デラウェアというふうになっていきます。赤ワインはマスカットベイリー A で、コンコード、メルローっていうようなね、形で栽培されて生産されているんですけども、まあ、この中でいくと白のナイアガラとかコンコードの栽培量はちょっと減ってきているようでね、逆に国際品種のシャルドネとかメルローとかが増えてきているような情報も聞きますので、今後やはり楽しみな要素が増えてくるかなと思ったりもします。さらに主要の栽培地域というのは、上位の、ね、3地域、山梨県、長野県、北海道で、全国の、まあ、ワイナリー数でいうと 48.4% を占める。だから、まあ、ワイナリー数が今413件あれば、200件前後はこの3地域から、で作られた、ワインであるというような感じになっているのが今の日本の現状になります。